じゃあ気になるでしょ、今の天皇家のうち誰が誰がって、そのそれよりもまあ、だから皆さんそんな簡単に帰られへんねんでって、どういうことかやったら、天皇家に憑依してる連中、天皇家の肉体は死んだら終わりやけど、どういう意味だよね。まあ、うちの体に持ってる細胞もあるんだけど、もともと細胞はね、うちの体細胞やったの、君らが、君らの遺伝子、RNA、要するにウイルスを襲ってきて、うちの体細胞を変えていった。それがこの世界では、うち以外の人間となってるわけやから。ね。で、結局、皇居前の、皇居前広場の、みんな覚えてるかな？その鶏肉事件みたいな。あれのなれの果てやねん。超安全とバッコンって、つまり上の次元で、どの次元でもやってるかどうか別として、それせのしゃあない次元をしてるんでしょ。じゃあ、天元民族が許してください、代わりに天皇をバラバラしたいにとか。で、なっちゃうの、天皇家はもう私たちの罪ですかって。で、殺されたら、帰れるんかも上がれるか。そんな殺され方したらさすがにかも上がれる説が多数説やねん。変な世界やろ。で、まあ、インカとかマヤとかアンデスとか、ローマの遣唐使とか、全く同じ理論で。で、自分のまとめしか帰れんねんけど、ただ、天皇家に憑依してる連中ってそんな、浅いやろ、憑依が。ちか、最近やろ。浅いから帰れるって問題じゃないね。因縁の深さにあるから、もうこんな世界嫌やって思わんと帰られへんから。甘々とろしくなんかもうこんとこうと思わんと帰られへん。もう嫌だ。もう甘々とろしくなんか嫌だって。もう、結局、太陽神経層だけでも嫌ってわかるわけやんか。あまってこんな人だよ、うち物語が書かれてるわけやから。で、撃退のためにこんな制度作っても、健康の方が大事と思える人やだよ、っていうことやから。だから、もうええわ、って帰りやんねん。だけど、まだ来たばっかりのね、ウイルスはなかなかそうも思えないけど、それでも情報を聞いて集めて、うん、やばって、じゃあ天皇家に憑依しようってなるやん。あいつら帰れるらしいぜ、って。だからこそバラバラ下にされるわけでもあるよね。要するに、残った自我が、ウイルスがけしからんから。それがいつまでも、小人になってんな。小人というか、七人の小人みたいな。ストーカーつうか。昔あんなにレイプされてんだ、うち。で、あいつらから代表7人選んで、その7人託とか、しょうもない気持ち悪い儀式もあったの。そんなもう廃止やから。それ以外にもいろんなもん廃止してるでしょ？あんたにとって気持ち悪い、都合悪いこともいっぱい廃止してるやんか。でも、やっぱり続けるんだ。すごい未練っていうか、因縁の人たちというか、まあ未練なんでしょ？すごい何が未練なんか知らんけど、うちの水着姿？もっとええもんあるでしょ？うちの水着姿見たら、そう、権力者になれんの？